こんにちは、柏村の響き肉です。今日は柏村のシフトノブ8種類比較してみたということで、柏村チャンネルではこれまで様々な比較企画をやってきたんですけど、今回は結構マニアックなこちらのシフトノブたちを比較していきたいと思います。柏村の製品の中でも結構長い間愛されてるアイテムなので、改めて比較していくのは僕も楽しみです。それでは早速いってみましょう。今回比較するのはこちらの8アイテムです。それではまずこちらのシフトノブから見ていきましょう。ケース74ロングノブ黒ツヤです。全長は15センチ、ゲート式オートマ車、マニュアル車、コラム車用ノブとなっています。取り付けはねじ込み式。製品名にもある通り、ツヤ感のある黒色に高級感を感じますね。本体の重さは 195g。 実際に使ってみるとちょうどいいサイズ感かなと感じました。ケース75ロングノブ本革です。全長は 15cm、 ゲート式オートマ車、マニュアル車、コラム車用のノブとなっています。取り付けはねじ込み式です。本革なので高級感があるのはもちろんのこと、内装がレザーの車なんかには特に馴染みそうですよね。本体の重さは 220g、 革製だから掴んだ時のこのフィット感がいいですね。ケース82スーパーロングノブです。全長は 20cm、 ゲート式オートマ車、マニュアル車、コラム車用のノブとなっています。取り付けはねじ込み式。ケース74よりも 5cm 長いスーパーロングサイズがやっぱりかっこいいですよね。本体の重さは 325g です。ノブの揺れを防止するスペーサーもついてます。個人差もあるかもしれませんが、僕的には力が入れやすくて結構操作しやすいなって思いました。ケース92本革スーパーロングノブです。全長は 20cm、 ゲート式オートマ車、マニュアル車、コラム車用のノブとなっています。取り付けはねじ込み式。ケース75よりも 5cm 長いスーパーロングサイズです。ノブの揺れを防止するスペーサーもついてます。本体の重さは 355g、 重量感があるので重めのノブが好きな方はいいのではないでしょうか。ケース97 AT シフトノブ本革レッドステッチです。全長は 9.7cm、 ゲート式オートマ車、マニュアル車用のノブとなっています。取り付けには付属のネジとレンチを使います。レッドステッチがスポーティーでおしゃれですよね。形状もシンプルなので操作しやすいです。重さは 125g、 すごくコンパクトな作りになっているのでとっても握りやすいです。ケース115アルミショートシフトノブです。全長は 10cm、 ゲート式オートマ車、コラム車用のノブとなっています。取り付けはねじ込み式。ノブの振れを防止するスペーサーもついてます。アルミ削り出しのこの感じがやっぱりかっこいいですよね。本体の重さは 180g、 ケース97に比べると少し重ためですね。今までで一番すっきりした見た目と指紋もつきにくいのもいいと思います。ケース117アクリルシフトノブです。全長は 20cm、 ゲート式オートマ車、マニュアル車、コラム車用のノブとなっています。取り付けはねじ込み式です。やっぱこのキラキラした感じがすごい美しいですよね、でイルミとかつけてる車だと反射して結構な綺麗な感じで映えるんじゃないでしょうか。本体の重さは 390g、 結構重みがあってしっかりしてますよね。やっぱこれだけでかいと。ケース119アクリルシフトノブブルーです。
全長20センチ、ゲート式オートマ車、マニュアル車、コラム車用のノブとなっています。取り付けはネジ込み式。先ほどのアクリルシフトノブの色違いになります。いや、いい青っすねこれ。さっきの、まあ、色がないのも良かったんですけど、やっぱ色付きは色付きで魅力的ですね。本体の重さは 390g、 先ほどと同じ重さですね。まとめるとこんな感じ。いかがでしたでしょうか。カシムラの8種類のシフトノブ比べてみただけでもだいぶ違いがあって面白かったですよね。シフトノブを付け替えたいなってなっても、実際にこう試してみることはなかなかできないと思いますので、この動画が少しでも皆さんのシフトノブ選びの参考になれば嬉しいななんて思います。それから最後に、シフトノブを取り付ける際には注意点が2つありますので、こちらもご確認ください。この動画いいじゃんって思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。